今撮影してるの10月20日になるんですけど、さっき気になってカタールワールドカップの開幕日調べたんですよ。それがこちら。リアルに1ヶ月後、あっという間だね。皆さんどうもこんにちは、ヒカクです。本日は10月20日木曜日、新しいガチャイベやってまいりましたので、この動画1本でお話していきたいなと思います。本日はですね、完全新登場のダービッツに加えて、週刊 FP にもあの怪物選手が来ておりますので、なかなかに熱い週になってますね。新要素全部まとめていきますので、いいな、参考になったなって思ったら高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで、まずはですね、お知らせからになるんですけど、本日ですね、アプリのアップデートが行われまして、こちらの修正が入りましたね。まあ、細かいところはですね、このお知らせ見ていただきたいんですけど、面白かったのがこちら。一部の選手カードにおいて所属先が異なるチーム名のグラフィックが表示されてしまうと。で、これどういうことって思われると思うんですけど、こんな DM がですね、僕数日前に来てたんですよね。アイコンよく見てください。 FC バルセロナ。さあ、そしてここからはですね、今週の新登場ガチャについて話していきたいと思うんですけど、今週はですね、めちゃめちゃたくさん来ていて、まあ、まずはエピックからいきましょうか。ピエモンテ BN ことユベントスエピックが登場して、デルピエロ、ネドベド、ダービッツ、アチアチ、最高のメンツでやってまいりました。で、こちらがですね、告知バナーレベマ画像になるんですけど、デルピエロとネドベド97になってるので、これワンチャン TS 夜行性込みであれば総合値100いくかもしれないですね。そこにですね、完全新登場のダービッツって考えたら、メンツだけでドキドキできるガチャですよね。まあ選手として好きな方も多いと思いますので、ぜひそういった方は引いてみてください。で、まあ今回もチームスタイル適正が初期から全部90になってるのと、この中で言うとデルピエロ結構エグそうだなって思ってて、初期からこれなんですけど、まあそれこそドリブルとかシュートとか12振りすればこの辺り90乗ってきますし、ここにですね、ミドル、コンカ、スルパワンシューありますので、いやー、これ無印シーフで使ったらかなりエグいことになりそうですね。まあ能力で言うとデルピエロが一番注目になってくるんじゃないかなと思いますね。まあとりあえず今週誰でも無料で1回は引きますので、まずはそこを引いてみてください。まあでもね、これ引くべきタイミング実際難しいですよね。毎週なんだかんだ強い選手来てますし、チームスタイルがオール90に突然なったりとか、突然の強化なんかもありますので、まあもうエピックに関しては自分の好きな選手の時に引くのが一番いいのかもしれないですね。さあ、そして今週ね、もちろん週刊も来てるんですけど、その隣にですね、なんか見慣れないガチャが来てると思うんですけど、これがですね、ナショナルチームセレクションという国ガチャになってるんですよね。まあちょうど冒頭にもですね、ワールドカップまで1ヶ月って話をしたと思うんですけど、ついにですね、ワールドカップの匂いが漂ってきましたね。で、今週ですね、一発目のナショナルチームが登場したんですけど、それがですね、タイ、マレーシア、インドネシア。あれ？ワールドカップか？まあまあまあ、でもね、こういうガチャはその国の人にとってはめちゃめちゃ嬉しいと思いますので、現地民激アツガチャになってますね。ちなみにですね、今後の配信予定でトルコとイタリアが記載されてますので、まあおそらくですね、来週はこの2カ国が来るんじゃないかなって思ってますね。で、嬉しいポイントとしては、これスペシャルログインボーナスで今週全部3回分無料で引けるんですよね。で、まあ今週に関してはちょっとあれですけど、来週以降ね、それこそイタリアとか3回無料で引けたらかなりいいと思いますので、まあこのあたりは今後継続的にキャンペーンが来てくれることに期待したいなって感じですね。ちなみにですね、ナショナルチームに関してはログインボーナスで3回無料で引けるのと、コインで8回引けますので、つまり全部っぱしていただければ11人コンプすることができますので、自分の好きな国が来たらがっつり勝負してみてください。ちなみにですね、こちらがタイのガチャになるんですけど、まあ、チャナティップとかいていいなと思いつつ、この CMF の選手見てください。もう名前長すぎてとんでもなく文字ちっちゃくなってる。まあ基本的にですね、ログインボーナス分は引き得だとは思いますので、そこまでは皆さん必ずやっておきましょう。さあ、そしてそして今週の週刊 FP になるんですけど、いい意味でサプライズなメンツがやってきてくれました。まあ僕の予想動画ではリバプールシティから来るのはアリソンかなって思ってたんですけど、なんとサラーの登場で、しかも見て、 CF 音適正のラインブレーカー変更、やばすぎるって。まあ今の環境ってポジション適正向上もないですし、何よりライブレ変更エグすぎますよね。で、能力これでしょ。しっかりですね、チームスタイル100で総合値100も乗るみたいなので、もう今週はこのサラーを取るか取らないか、そこになってくるんじゃないかなって思ってますね。まあ他にもですね、スルーパスがついたバレッラなんかもこんな感じでバランスよく優秀ですし、まああとはバルベルデですよね。今回もウィング登録で、前回のCL週間に関してはウィングストライカーになってたんですけど、今回は
チャンスメーカーに変更されてましたね。まあここまでのですね、サラ、バレッラ、バルベルデ、この3人に関しては安定の当たり枠になってきそうですね。まああとね、個人的には結構シュポモティングとかも気になってるんですよね。リンクフォワードでスキルがですね、スルーパス、ワンパチェイシング、ワンシュー持ちとなかなかに優秀スキル構成で、まあ能力もですね全体的に悪くはないので、スーパーサブ前提であればこのシュポモティングなんかもかなり面白くなるんじゃないかなって思ってますね。っていうところで今週の週間はですね、結構無課金美課金の方引くか迷うと思うんですけど、僕はね引いていいと思ってるんですよね。まあていうのもサラーが圧倒的に大当たりで、今後ですねラインブレーカーで出てくること自体来るかどうかわからないので、そう考えたらどうしてもサラーは当てに行きたいですよね。まあもちろん当たらない可能性の方が高いですけど、僕はですねこのサラー派遣握る可能性十分あると思ってますので、やっぱ引きに行ってほしいなって思ってますね。まあただ同時にですね、見たら分かる通り結構リスキーなガチャではあるので、特にですねバレッラ、バルベルデあたりをすでにパックとか CL 習慣で持ってたらシンプルに当たり分け減っちゃうので、ここはですね手持ち次第で冷静に判断してみてほしいなと思ってますね。ということで僕も行きましょうか。久々にこれツアーまで終わらせてきましたから、4回気持ちよく引ける。もうマジで今週は全部イングランドでいいわ。まあイングランドに落ちたら一旦3択になるんですけど、だったら3回当てればいいやん。4回中3回イングランドでいいので、もう必ずサラーぶち抜いていきましょう。さあ1回目いくよ。総合値100サラー、しかもラインブレーカー。久々に胸がドキドキする選手やってきた。なんか今まではねスーパーサブがついたとかそういう変化でしたけど、シンプルなラインブレーカーで LDBG。 タディッチさんね、はい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 、もうタディッチのスパンが短すぎて、いや久々にこれ言えるわ、比較した。まあでもね、個人的には前回のタディッチ結構使ってるんで、今回初ゲットの人には結構タディッチをおすすめしたいですね。ありがとうございます。大丈夫だみんな、まだ慌てる時間じゃない、あと3回ありますから。オッケーオッケー。まあ4回引いてねイングランドに落ちないってことはないと思いますから、まずはイングランドの土俵に乗ってほしいですね。さあ頼むよ2回目、マジで欲しい、マジでサラーください。さあどこのリーグが来る、どこのリーグが来る、イングランド、いやリーグワン、リーグワン、確定です。テリエ確定、さっきから全部そう。オランダ行ったらタリッチで、フランス行ったらテリエ、まあ、あと今週で言うとその他ヨーロッパに落ちればシュポモティング確定になるので、もう全然ドキドキもない。確定ガチャ、はい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 、コナミさんそういうやり方ね。まあでもまだあと2回あるから、うん、今までの習慣だったらねここで3回目でラストどうなるかって感じだったけど、無料分まで来た僕たちは強えぞ。さあ行きましょう3回目、マジでせめてイングランドに落ちてくれ、お願いします。イングランド、まあ4回引いてねイングランドに落ちないってことはないと思いますから、お願いします。イングランド、なあもうなあもうなあもう3連続確定ガチャねえ、おかしいってこれ、もう全然ドキドキさせてくんない。イングランドにも1回も落ちないし、えなんすかこれ。え、まあシュポモティングも嬉しいけどさ、皆さん結構今週のガチャおすすめって言ったけど、まあこういう現実もありますから、ここも踏まえてリアルな体験談を皆様にお伝えしたいなと思ってますね。さあということで、ラストか、ラストか、いやだって8分の1よ、8分の1いきてー、また狙い引けないの、もう最近こんなんばっかやん。行こっかって思ったらコインすらなかったわ。なんとログインボーナスを受け取ったら奇跡的に50コインあって、100コインぴったりになりました。今あるコイン全部使い切ります。いやもうこれハンターハンターよ、ここで終わってもいい、だからありったけを頼む。マジでイングランドお願い、せめて1回ぐらい夢見させてお願い。イングランド、イングランド、もう確定ガチャないから、さあ頼む、イングランド来い来い、プレミア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 、欲しい欲しいよ、なんでそこまで行って欲しいよ。